遊んで。わかんないな。左展開してるのか。時間も2、3ぐらいって。ちょっと待って、敵がこちらを見ているぞ。どうやら発見されたみたいですね。あの人ですね。マークセンターやったり。やったぞ。あ、この周り多い。ちょっと待って、動けない。動けない。隠れよう、隠れよう。味方がやられた。射撃、向こう。あ、バレてる、バレてる。あー、移動するのしたか。やり過ごすんだ。あー死んじゃったかな。1台破壊したけどやられた感じですかね。やられた場合は、あ、なるほど。やられた場合はプレイヤーこういうデス画面になって終わりなんですね。で試合終わるまで待つと。なるほど。これが味方のプレイヤーの視点ですかね。 HP100%。戦闘から途中離脱しても高速を失うことはない。あー、そういうことか。結構これ問題ない。高速は全く離脱しない。やめて。お、取られてる、取られてる。さっき防衛し続けてた。もう誰も近くにいない。すごい、この人自由に隠れてる。頭いいな。こうやってやるのが普通なのか。あ、バレてる、バレてる。
ない。すごいね、すごいね、だから。残ってるのこの2人なのか、残り2対2なわけね。なるほど。あ、ここでマップとか見えるわ。これは1対2っすね。7分間もある。これ早めに死んじゃうと結構退屈だな。あー、味方が、味方がやっぱり敵は自分をハッキングしちゃうよね難しいな、めっちゃ。いやでも面白そうだな。あー、攻撃されてるんだ。仕方ない、退却仕方ない、退却2キル2デスです。いや、デスしたら終わっちゃうから、デスするまでに何キルするかっていうのが勝負ですね。で、思ったのがこれがあれか、1,2,3,4,5,6 っていうのが多分結局レベルで、その軽車両、中戦車、重戦車みたいなのは駆逐艦とかはタイプだから、どこにどういるかとか、多分この試合だとだから中戦車の 5番の2人と重戦車の5番の1人、この2人が結構上級プレイヤーなんですかね。一番下の合計の右に行けば行くほど、上級者、いい戦車を使ってるよってことで、左に行けば行くほどリクルート兵、初心者ですよっていう、まあ想図ですかね。おそらく30人ぐらいいたんで、今あれかな、味方敵の合わせた合計数かな感じですかね。次がプロバインスかな。通常戦真ん中に標高の低いのかな、低い平野があって山に挟まれてるっていうところですね。でもちろん そういうことか。平地下って山側で行きたいですね。このまっすぐ行って山側。
敵の戦車隊とその陣地を確認した。敵部隊を殲滅するか、敵陣地を占領せよ。いつでも撃てます。射撃命令をどうぞ。ここ登れないのか。ああ、初めてだ。ああ、敵結構右展開してるな。味方は。ああ、登ったか。地形的にこれ、登れないのか、ここ。登れるのかな。もう登れなそうだな。あ、いや、こうやって、こっちに位をマーキングしちゃおうと思って。出せるわけで、あ、撃たれた。やばい、撃たれた。誘爆しなくてよかったな。あ、今は地形ダメージね。地形ダメージ、ちょっと失敗しましたよ。撃たれてる、やばいやばい、すごいでかいのに撃たれてる。2体がやられた。いや、やばい、一気にしかない。あやられてしまった。立ち回りクソすぎる。よし、じゃあここはもうさっさと車庫に戻って次の試合行こう。マップが分からないとダメだな。そういうことか、戦闘中は使えないよってことね。じゃあ次、じゃあこれ使っていこうかな。あ、待機中のプレイヤー53人中30人が抽選で選ばれたと。いや、でも38人いるよ。どういうことだろう。あ、今マッチングしてんのか、これで。マッチング良くなるように、調整してるのかなって感じかな。